画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画はもし面白いと思っていただけたら高評価グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。さて僕のふるさと鳥取県を巡る旅その第2弾始まります。その行き先なんですけれども倉吉市、実は山陰の小京都とも呼ばれていますので、その小京都の象徴と言われているものが白壁土蔵群です。その白壁土蔵群を散歩しつつ意外な歴史ロマンも感じていただけるような内容にしたいと思います。ぜひ楽しみにしていてくださいね。ね、というわけで今回の旅も始めていきましょう。というわけで倉吉を象徴するこの白壁土蔵群にやってきました。ここで散策をしながら山陰の小京都と言われる理由がなるほどと思っていただけるような内容の旅動画をお見せしたいと思います。では始めていきましょう。倉吉には日本ではあまり知られていない隠れた魅力があるんです。それはかれこれ4年ぐらい前に亡くなられた鳥取市ご出身の谷口二郎先生の原作の漫画「遥かな町へ」という漫画の舞台になっているんです。この遥かな町へ、実は日本ではあまり知名度はないようなんですけども、フランスではとても高い評価を得て、谷口二郎先生はシュバリエ賞というとても名誉ある賞を受賞され、そしてこの漫画「遥かな町へ」はフランスでリヨンの町を舞台に変更して映画化もされました。日本でも映画化の話は持ち上がったようなんですけれども、どうやらいろいろな事情によって映画化には至らなかったようです。さてこれが白壁土蔵群ですね。倉吉の町はもともと商人の町として栄えていました。そしてこの町には有名人がもう一人います。元横綱琴桜佐渡ヶ嶽部屋の親方はこの倉吉のお生まれなんです。ここが横綱琴桜記念館です。入場料は無料です。今日は休館日のようですね。毎週水曜日休館日のようなので、もしよかったら足を運んでみてください。この倉吉の旧銀座商店街なんて別の名前も持ってるんですけど、実は白壁の土蔵群をリノベーションした新しいお店がたくさんできていたりするんですね。でこの界隈にはもう一つ歴史のロマンを感じることができるお寺があるんで、ちょっと行ってみましょう。ここは大学院というお寺なんですが、実は皆さんもよくご存知のあの江戸時代の伝記小説「里見八犬伝」のルーツになったある大名ととても密接に関わりのあるお寺なんです。その里見八犬伝のルーツになった大名里見犬ですねの最後のお殿様はこの大学院で眠っています。1年前になるでしょうか、僕は立山も旅行させていただきました。その時に立山城を移させていただいて、なぜ里見家最後のお殿様がこの倉吉の町に流されたのか、そういったエピソードもお話をさせていただきました。もう早速見えてきましたね。これが藩を取り潰されてしまい倉吉に流されてしまった里見忠義公をはじめとする家臣の皆さんのお墓です。ここに説明板もあります。ちょっと手を合わせていきたいと思います。
終わりました。今回の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただけたら高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。